病気知らずや金運アップの日、それが大寒です。週刊スチーム通信。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつも、スチーム実況チャンネルご覧いただきありがとうございます。いやー、先週末もものすごく寒かったですけど、今週末もなんか、まあ、明日ぐらいをピークにまた大雪が降るんじゃないかとか予報でやってましたね。ほんと寒い、日が続きますが、で、まあ、寒いついでに、ちょっとしたいい話をすると、今日は1月20日は暦の上では大寒、大きい寒いと書いて大寒らしいんですが、その大寒日っていうのは1年の中で最も寒いとされている日として、まあ、有名というか通ってると思うんですけども、今年鳥年で大寒っていうのは、まあ、12年に1回来るんですけど、特別の日で、大寒の日に産んだ鶏の卵を、まあ、食べるっていうのは、大人は金運アップで、子供が食べると病気知らずと言われている、まあ、年に一度のその卵らしいんです。でもそれは科学的にも証明されていて、まあ、寒い時に産む卵っていうのはそれだけ養分を中に溜め込む性質があって、鳥には、でそれでまあ濃縮された卵が生まれるので、その大寒の日、寒い日の、まあ、鶏の卵はまあ、味が濃くてっていうんですかね、美味しいっていうのがあるそうなんです。で、まあ、今年は鳥年で、まあ、12年に1回ということで、最も大寒の中でも縁起のいい年とされています。大寒は、まあ、寒いだけじゃないということを、まあ、最初にまあ長かったですけど、まあ、そういう日であるっていうことでした。はいはい、ではスチームのセール情報ですけれども、ウィークエンドディール来ていました。でミッドウィークマッドネスも、来ています。で、まあ、ウィークエンドディールなんですが、この、バンドルなんですけど、エンドレスグランドマスターコレクションが 85% オフの1万1500円が1725円になってるんですが、まあ、結局このドラゴン・オブ・ザ・エンドレスと、まあ、エンドレス・レジェンドっていうこの2つのゲームに対する、まあ、ダウンロードコンテンツであったり武器強化であったりとかするんですが、まあ、この2つのゲームをどう見るかによりますよね。はい、ドラゴン・オブ・ザ・エンドレスは、まあ、非常に好評のゲームで、まあ、宇宙を舞台としてまあ、戦う、まあ、ストレテジー RPG のカテゴリーに属していますが、はい、ゲームです。で単体で買うと1180円なので、もうこれ1本で、もうバンドルの値段に近い形になっているので、はい、このゲームを楽しむのであればバンドルを買った方が断然お得かなという感じはします。で、日本人も結構遊んでいて、日本語のレビューも多いです。まあそういうのも一つの評価の、対象になると思いますが、はい。総評としては非常に面白い。慣れるとシンプルなゲーム性ではあるが、ルールや面白さを理解するまでは一定の時間を要する可能性があると。ローグライク系のゲームが好きな人にはぜひお勧めしたいということが書かれていました。もう一つある、まあレジェンド、エンドレスレジェンド。エンドレス好きだなっていう感じですけども。はい、これはもうゲームオブザイヤーにも輝いてるストラテジーゲームで、まあ、シビライゼーションのちょっと画面に似てるんですけど、まあ、シビライゼーション系の単性、まあ、シミュレーションっていうか、まあ、ストラテジーゲームですよね。まあ、戦略を主にこう考えながら攻略していくという類なもので、まあ、アクション性はないゲームです。で、このゲームに関しては、もうこの最初の2人の人のレビューで結構わかると思います。結構長文で1人目の人が概要、種族、ストーリー、ゲームプレイ、
そして操作性、パッケージ、Mac 版での注意点などなど基本的なものをこう書いてくださっています。まあ、どのサイト記事よりもなんか詳しく書かれていますし、しかもまあプレイしたことのある人なので説得力が違いますよね。なのでこういうのをこう参考にすればいいと思いますし、あのシビライゼーションとの違いをあの次の人は書いています。シビライゼーション5で 4X にハマりその流れで購入したっていうのもあるので、そういう人は多いと思うので、シブとの大きな相違点っていうのを書かれています。はい、これも詳しくあのレビューにしては、詳しいことが書いてあるので、まあ、このゲームに興味がある、このバンドルに興味があるならば、あの読んで判断するといいんじゃないかなと思います。まあ、こういうね、熱い思いを持ってあのゲームをしていて、で、その熱い思い、そのままにレビュー書いているゲームっていうのは本当にハマって面白いゲームだと思うので、そういうこうレビューの長さとかも、あの内容もそうなんですが、レビューの長さも参考になるんじゃないかなと。そこまで熱くさせてるっていうことですから。はい。まあ、いい加減なゲームだったらね、レビュー書く気にもなりませんからね。はい。で、売上上位のセール情報を見ると、プレイズムのバンドルが入ってきています。このラ・ムラーナをはじめとして、ずっとこんな感じで、プレイズムさんの販売しているゲームが、バンドルで安くなっているという感じで書かれています。で、このバンドル情報については、ツイッターの方で Steam Weekly Sale と入れていただくと、プレイズムさんのツイッターで Steam Weekly Sale で、つぶやいておられるので、こういう感じで。全部、そのプレイズムの Steam の Weekly Sale で、どんなものがセールされているのか、まあ、どんなもの、内容なのかっていうのが簡単に触れられているので、こういうところも参考にすることができますし、また、人気のバロメーターですよね。リツイートとお気に入りがどれぐらいされているのか、各ゲームに対してですね、どれぐらいされているのかっていうのも、こう、面白さを測る一つの判断になるんじゃないかなと思います。はい。はい。で、1週間限定セールの方なんですが、まあ、自分ちょっとツイッターで、つぶやいてたんですが、今、固定ツイートでしてるんですけど、このブラザー。このブラザーが今、すごく安くなってますよね。1週間限定なので、あさって終了するんですかね。80% の296円で買えると。で、これどういうゲームかというと、兄弟を同時に操作しながら目的に導くという、まあ、アクションゲームなんですけど、見下ろし型の。十字キーでこう、兄を操作して、アナログスティックで弟を操作する。そして、それぞれのボタンが割り当てられていて、そのボタンで掴んだりとか、離したりとかする。なので、こうなんかロボットの右手と左手を操作しているような感覚で進めていって、こう目的を達成する。例えば、モンスターがいて、そのモンスターを檻の中に入れるために、弟が檻の中に入って、モンスターをこうおびき寄せて、で、モンスター一人になった瞬間に檻をの入り口の扉を下ろして、そのモンスターを閉じ込めたらクリアとか、その閉じ込めるかどうかのタイミングはお兄さんが行って、おびき寄せて逃げるのは弟が行うとか。あと、同時に、岩壁をよじ登って、同時にジャンプして、綱をこう、手にかけながら渡っていって、次の土地に行くとか。まあそういうアクションゲームで、結構操作性が難しくて、最初慣れないうちは難しいですが、結構やり出すと、もうすぐに時間が過ぎてしまいます。若干ボリューム不足ではあると。まあでも、300円ですからね、セールで。はい。十分楽しめると思います。で、グラフィックはめちゃくちゃ綺麗です。はい。グラフィックが綺麗なので、そうよじ登ったり、おびき寄せたりするっていうのを楽しくできると思うので、はい。ブラザーはすごくおすすめです。では、ここから、新着情報に移りたいと思います。はい。まずですね、なんといっても、
海外カプコンが公式ブログにて、アルティメットマーベラス対カプコン3を Steam Xbox One で3月7日にリリースすると発表したと。はい。PlayStation 4版が去年12月5日から配信がスタートしているタイトルが、まあ、いよいよ Steam に来るということで。はい、で、この PC 版、Steam 版はどうなるかっていうと、まず全ダウンロードコンテンツがあらかじめ収録されている。で、1080の解像度、60のフレームレートに対応していると。なので、パソコンに最適化したものがダウンロードパック全部入りで遊べるということがわかります。はい。で、最新作、マーベラスカプコンインフィニティも正式発表されたと。これは2017年後半にリリース予定となっています。で、このマーベラス VS カプコンインフィニティは、すでに Steam のページもあります。はい。結構カプコンがこうやって、タイトルをあらかじめ出すっていうのも珍しいと思うんですけど、はい。2017年のレイト、遅い時期にやりますよということが書かれています。で、吹き替えはないですが、インターフェースと字幕が日本語で対応されるので、まず問題なく遊べますよね。はい。こういう格ゲーですよね。格ゲーが好きな人にとっては、まあ、ストリートファイターとか、好きな方にとってはもう、待望のっていうか、で、Steam は、Steam だけで、ユーザーが多いですから、海外も含めて。なので、盛り上がりやすいというか、マッチングしやすいですよね、こういう対戦型になった時に。なので、こういうのをこう、一つ持っていると、ちょっとうさばらしたいみたいな感じで、ちょっとマッチゲームしようか、みたいな。友達がいればもちろんそうですし、まあ、気を使わないネット上の誰か人と対戦して、こうストレスを発散するっていうのもあると思うので、こういうのを一つ持っておくといいかもしれません。はい。あと、スクールシリーズの総合サイトが、昨日17時にオープンしたということが書かれていました。で、ここの公式ストアは、スクールシリーズや関連素材の販売とか、製品にちなんだ情報の発信を行うサイトで、Steam 版にもある RPG スクール MV の価格設定が改定されたりとか、またシーズンパスが Steam のみでの販売だったのが公式ストアでの取り扱いも開始されて Steam で先行販売が行われていると。なので RPG スクール MV を持っている人にとっては、結構いい情報かなと。公式サイトができたと。で、公式素材集は全3種の国内販売も弾まっているということで、はい。このスクール公式ストアをこう一回閲覧して、自分が今作っている RPG と、まあ、何かこう連動して役立つものがあるのかということを見るのも一つの方法だと思います。はい。これがフォーゲーマーさんのサイトにありました。あとは、リトルナイトメアがのスチーム版の発売日が4月28日に決定したということも書かれています。はい。で、プレイステーション4版は発売日はまだ未定です。はい。これは、逆ですよね。プレイステーション4版よりも前にスチーム版で配信されるということが書かれています。はい。ゲームの舞台となる謎に満ちた巨大船舶モーには非常で残酷な数々の恐怖が存在していると。はい。で、この PV では、その映像の一部を見ることができると。ね。小人が、こう、いろいろ探索しながら、こう、恐怖に満ちた世界を、こう、旅していくという、まあ、リトルナイトメア。これも楽しみなタイトルの一つだと思います。はい。で、以前に言っていた、4人打ちのアクション麻雀が2月下旬に発売が決定したということも書かれていました。これは以前ね、Steam のグリーンライトでこういうゲームがあるってことを紹介しましたが、はい、麻雀とアクションゲームを強引に合体したゲーム、4人打ちアクション麻雀、これがグリーンライトを通過して2月下旬に発売が決定したということで、現在 Steam 実績などへの対応、オンラインプレイへの対応を行っていますと。
いうことで、なんかね、あの実際の女流プロを交えたなんかプレゼンみたいなのもあったらしいんですが、はい、麻雀はね本当にないです、ほとんどないですね。上海とかああいうこうパズルゲームができるのはありますけど、本格的な麻雀は本当一つか二つしかないので、スチーム上には、はい、脱衣しねえのかよっていうなんかレビューで書いてあった麻雀とかありましたけど、でもこれはまあアクションゲームでなんかこう、はい、自分の、好きな牌をこう、ドット絵のキャラが動いて、自分のところに持って行って、手役を作るので、こういう漫画みたいな大きい役とか、役満もなんか揃えられるみたいな、そういうアクションゲームと麻雀を掛け合わせたなんか面白いゲームなので、これも2月下旬に出るそうなので、はい、新着情報としてありました。で、あとですね、オートメーションさんの記事ですが、対戦型の 2D アクションゲームが、1月24日に Steam でフルリリースすると発表されたと。はい。で、これどういうゲームかというと、スピリット・スパイア、ゼルダの伝説にインスパイアされたビジュアルをベースに、フライングパワーディスクと地元のゲームセンターのエアホッケーのゲーム性を融合させたタイトル。プレイヤーはステージ上に浮遊する球体のオーブを攻撃して相手陣地のゴールに入れることを目指し、先に規定の点数に到達した方が勝利となる。時期がアクション RPG のキャラクターのようになったエアホッケーと考えると分かりやすいだろう。すごいですよね。エアホッケーというゲームにアクション RPG が混ざっていると。こういう感じで、ここを中央として、こういう感じでなんかこうエアホッケーするみたいな、こんな感じですね。はい。まあ、なかなか斬新なアクションゲームですが。はい。まあ、これが今早期アクセス版で来てるんですが、これが、半年間の期間を経てフルバージョンがリリースされるのが1月24日ということでした。はい。まあ、これね、そんなに高くないので800円なので、はい。遊んでみても面白いんじゃないかなという感じです。こんな感じで。はい。で、あとですね、ちょっと、最新情報があればリツイートするようにしてるんです。なので、自分のツイッター、ユーロアット、スチーム実況っていう、ツイッター持ってるんですけど、アカウントを。どんどんスチームの最新情報とかセール情報をリツイートしていってるので、もしあれで、だったらフォローしていただくと、わかるかなっていう感じで。まあ大体プレイズムとかオートメーションとか、まあ、ファミツ、フォーゲーマー、まあそういう、まあ割と有名どころのサイトからリツイートすることが多いんですが、プレイズムさん喜んでました。Steam 売上上位ランクイン日本で9位です。今やら 41,080 円相当の商品がなんと 17,266 円高い！いや、安い！こんな感じでね。まあ嬉しいですよね、多分。もうこれ多分嬉しい買ったんでしょう。プレイズムさんね。で、あと、この、魔人少女2ですね。これが、2017年、ジャニュアリー、1月ってなってたんですが、15時間前にあと19時間後ぐらいにリリース予定ですとあるので、多分夜にはリリースされるのかな？なので、もしかしたらこれがアップロードされる頃、この動画をご覧になっているリアルタイムではひょっとしたら、リリースされるのかもしれません。この魔人少女を楽しみにしている人にとっては、朗報だと思いますね。こんなツイッターで、リリースします、なんてつぶやくの珍しいんじゃないかなと思いますけど。はい。で、さっきのカプコンのシリーズの記事もリツイートしてます。で、これですね、シブライゼーション6の持っているプレイヤー全員にアステカ文明が無料配信された。これも大きいんじゃないかなと思いました。はい。まあ、シブライゼーションって一つのキャラでもう何十時間、何百時間と遊んでる人もいるんですが、キャラを変えたりとかするのもそうですし、こういう文明とか、そういうマップを変えたりとかしても遊べますし、まあ、無限に遊べるんですけど、まあ、このアステカ文明が今、その、シブライゼーション6を持ってる人に無料でアップデートするサービスがあるらしいです。なので、このシブライゼーションを持っている方にとっては朗報の情報かな、じゃないかなと思いました。まあ、こんな感じで、ちょっとずつ、ツイッター上でも、スチームの情報を
リツイートしたり、自分で情報発信、こういうふうに発信したりとかしてますので、フォローしていただくと嬉しいです。はい、以上、いかがだったでしょうか。まあ、今週はね、1月26日になんといってもバイオハザード7が発売されるので、まあ、そこに、照準を合わせておられる方もいらっしゃると思います。はい。いよいよ来ますね、バイオハザード新シリーズ。まあ、これが、まあ、どういう、評価になるのか。まあ、Steam では思いっきり、こう、目の肥えた PC ゲーマーたちが評価するので、ダイレクトに伝わってくると思うので。で、こっちはもう、グロありの7になるので、はい。楽しみですね。もちろん、こっちのグロなしの方は、1月26日に、同時に出ますので、まあ、どちらを選ぶかっていうのもありますが、ね、こう表現の違いで評価が分かれるんじゃないかなという感じはしてます。もうね、楽しみにされてる方も多分いらっしゃると思いますが、では最後になりましたけれども、まあ、このチャンネルでは、自分のゲーム、持ってるゲームの実況だけではなくて、このように1週間に1度セール情報とか、Steam の他のサイトで紹介されている最新情報なんかもお伝えできればと思います。まあ、結構今年に入ってもいろいろな情報が Steam に入ってきてるので、全部はお知らせすることが難しいかもしれませんが、自分が調べてピックアップしてまた随時紹介していきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録の方、そして評価の方よろしくお願いしたいと思います。それではいつも週刊スチーム通信ご覧いただきありがとうございました。ユーロでした。バイバイ。